待たせしました。くまモンが皆さんの近くまでやってまいりました。皆さんよろしければ拍手でお迎えください。お待たせいたしました、くまモンの登場です。皆さんとね、今日はなんか、ね、楽しいイベントをしていきたいと思いますので、まずはご挨拶をしていきたいと思います。改めまして皆さん、こんにちは。拍手でお願いします。ありがとうございます。熊本サプライズ熊本隊隊長の熊本です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。熊本すごいね皆さん。今日ねちょっと天気が悪いけどね、皆さんね今日お集まりいただいて本当にありがとうございます。なんでなんでなんで、お姉さんのせいって言いたいとお姉さんが雨女だけんて、いやいや、クマも怪しいんじゃない、そんなことない、晴れ男ですか。いやいやいや、ちょっとでもね、さっきねちょっと雨が降ったんですけれども、本当にねクマが出てきた瞬間に、ね、雨が止んだような、止んでないような、いやこれからね短い時間ですけれども、クマね皆さんね天気をね、雨を吹き飛ばせるぐらいね元気いっぱい盛り上がっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、熊本生活のご紹介を始めさせていただきます、はい、熊本生活は月に1回熊本県から大堀テラスにお邪魔して、熊本をもっともっと好きになってもらうプロジェクトです。今月はおかげさまで第5回目の開催となります。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。どうぞ。5ですね、実はですね、梨と薬草をテーマに、荒尾市から特産の荒尾梨を使用した珍しい梨スムージー、ご存知です部長。梨スムージー、梨スムージー、ありがとうございます。こちらを取り扱う梨スムージー店ブチスタンド、釜梨から薬草の力で美と健康に、薬草の街づくりに取り組む招待さん薬草の会、薬草ご存知ですかね。ありがとうございます。部長のメタボにも聞くかと思います。やめてください。怖い、近すぎ、近すぎ、怖い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 。いや本当のことだけやな。失礼いたしました、申し訳ございません。口が過ぎました、申し訳ございません。熊本の、ね、山かもんば食べ過ぎてからね、はい、その美味しいものを食べ過ぎたお腹もですね、すっきりさせてくれるかもしれない招待さん薬草の会をお招きしまして、梨スムージーやダゴ汁を販売しております。またですね、大堀テラスのこちら2階の方では、福岡大学生が熊本のことをもっと知ってもらうために考えて手作りしてくれた市町村丸ごとクマットパズルや、熊本大学生が焼酎のカクテルの形をしたカクテルピアスを実施販売しております。